瞬間。ということで後半戦はモンハンのアイスボーンを打ちたいと思います。ちょっとお恥ずかしながらですね、全くの初打ちで動画もちょっと見たことないっていうぐらいなんですけど、でも歴代のモンハンと遜色ないとしずちゃんが言ってくれたので、ちょっと大丈夫なんじゃないかなと思います。挑戦の意味も込めて移動しました。どっちだ、どっちだ、青以外、あ、赤い、これは、これは行ったのか。モンスターライド、これはチャンスアップですね、チャンスパターン。うわ、チャンスゾーン行ったぞ。バフバロクエスト、討伐鍛えた 2.5、 報酬鍛えた星3つ、最高。やっとラスト2ゲーム、あ、チャンス目を引いた。あ、でも青だね、これは厳しいと思います。他にも負けそうな、負けてしまいました、初めてのクエスト。誰だ、青だね、青は行ってないんじゃない。お、いたのね、さっきと一緒。バフバロさんリベンジ。お、なになに、達人の煙突発動してます。ベルゾロイ、ベルゾロイを引く、引かない。ベルどころか子役一回も引けないんですけど。なんかいい音した、嘘だ。リプレイ、ラストです。あれ、あれ、勝った勝ちました。一回も引けなかったけど、当たりました。471ゲームです。投資ちょうど20本。でここがボーナスが来て、ここまずね、お、7だ、7なのか。さあ行こうぜ。はい、赤7。うん、希少種です。リオレイヤー希少種当たりました。いいの引いたんだ。いいの引いた。いいのを引いた。5.9% 選択率。アパナナージの選択率 5.9%。レオレイヤー希少種。討伐できれば剥ぎ取り G。マジで大事やんこれ。めちゃめちゃ大事なんですけど、仲間仲間仲間、さて頑張りますか。ああと少しだ。え、もうこれ大事すぎん、あと少しが大事すぎる。転倒構え、これやってくれたらクリアできそうじゃない。頼む頼む、いや待って、あと6ゲームだ。いけるか、5ゲーム。よし、いい。ベルレンはもう最高。あ、しかも攻撃力アップ。ベルベル、あ、待って、なんか引いた。よし、いいぞいいぞいいぞ、いけるいけるいける、頑張ってお願い。
て。え、危ない普通に。え、ちょっとレバーをね、キー待って、え、いける？大丈夫？出る？よし、待って、お願い、転倒か麻痺してくれないと。やばい、座った座った座った、ここまでか。これす最大にやってしまってない？これいける流れだったじゃん今。うわー、え、ちょっとだってしかもさ、 V 破壊もしてたわけじゃないですか。ちょっとレア役来るの遅かったよ。ねえ、ちょっと逃した、モンスターでかすぎん？ちょっと嘘でしょ、変な汗かいてきたマジで。嘘嘘嘘、ショック、 めっちゃショック、めっちゃ取り返せるビジョンがさ浮かんでたよね今。なんか調子悪いとダメなんかな、イケイケだったら取れてたよ絶対に。これは、終わり？あ、いた！え、誰？バフバロ。バフバロさんです。バフバロしか出てきてない。ラストキャッチ。青です。やってやっ。これは厳しいパターン。後悔しても仕方ないし、やっぱモンハン打ってたらやっぱよくあるじゃないですか、あの悔しい感じ。あの悔しい展開はまあつきものだと思うんですが、さっきのがねうまくいってたらと、そう考えてしまう。本当に。あ、クエスト。女王様。リオレイヤー。すごい。青以上に上げるのが目標。ラスト3ゲーム。お、ダークチェリー。いいよ、待って。次引けたら、あ、そんなことないか。ここで行っちゃうのか。黄色。黄色です。しかしながら投資が29本とかなり膨らんでおります。392ゲームボーナスを獲得しました。ここでの強チェリー、一人仲間、お仲間さん来てます。
バルブスか。踊がろう。40ゲーム。うわ、まだまだだ。あ、私鼻にかかった。待って、いける？いけるか？ここにかかってる。ちょっと待って、続いて続いて。まだまだ、もうちょっと。あー、絶妙なとこで抜け出してきた。あと3ゲームだ。ちょっと怖い、怖いです。正直、正直怖いです。これは後がないです。え、こんなにあっさりだっけ、モンハンって。こんなあっさり終わっちゃうんだっけ。かっこいい人か、これは。いや、そうなの、こんなにあっさり終わるんだ。そうだよね。ちょっとかなり台の方も静かで、ちょっとどうしようと迷っているところなので、しずちゃんのところに行きたいと思います。待って、嘘でしょ。1397ゲームなんですけど。さあ、ということで、まあ、1399。ちょうどさ、あれれ、呼びに行こうか、1400になったら呼びに行こうと思ったの。でもプラスはプラス、プラスだね、うん、この分結構入ってるから、プラスはプラスなの。一緒に見届けて。見届けます。いくよ。はいはい。さあ、1400到達、天井でございます。旋回転、天井の恩恵であります。357、欲しいのは357ね。357、5か7、これはちょっといらないです。はい、5か7。3はいい。あほら、私の人生は3なのよ、本当に。毎度毎度ただプラスだから。マリアは3万使った。頑張るわこれ、本当に。いや、大丈夫？お前ちょっと減らしすぎたから、私も。いや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 、もうこれで戻す。お願いしてもいい？これで1500万ぐらい出したら戻るから。ありがとう、ありがとう、ごめんね。でもさ、イガラシの5、七瀬の7、5と7で私たちは縁があるはずなのに、なぜか3なのよ。しょうがない、天井からは3でした。お前、上乗せすればいい話で、ペルセポーネに頑張ってもらいましょう。目標はやっぱり最低目標はもう平均ですね。1500じゃない、150。ここも最低条件、150ゲームをいただきましょう。よろしくお願いします。さあ、ゴー。このやっぱペルセポネハーデスが楽しいんでね。まずは1つカットインをちょうだい。レア役で6個でもいい。青、残り3。まずい。はい、残り2。終わらないよ、そんな終わらせれない。いやー、外れ。ラスト、後ろ、ここに反射してマリアさんの悲しい顔が見えるんですけど。大丈夫なパターンがあるの？
怖かったよ、後ろ振り向けない、申し訳なさすぎて。ただあ、蝶の可能性ある、うん、あるあるある。待って、終わった、始めゲーム。頑張るしかないね。プラスとはいえども減らしてるんで、私減らしました、かなり。で、未来なんてわからないから、だからこの後も50ゲームで終わるって決まったわけじゃない。未来わからないからこそ楽しいんです。この後バコ乗せするかもしれない、中段リップで300乗せるかもしれないですね。乗りました、残り50、ベルゾーンもなし、逃げ上がり大きい20、ベルゾーン、ラストアナビです、74枚、引き戻すしかないですよ。よし、戻そう、必死で。チャンス、チャンス目、お願いお願い、 まだ続いて、まだ行かない、まだ行かない、よしよしよし、もう一丁もう一丁もう一丁、さあどうですか。あるある、全然あるよね。よかった、戻ってこれた。4分の1でペルセポネ以上、お願いお願いお願い、ペルセポネ、うん、お願い、誰飛んで、あーあーあー、ワオーン、ケルベロス、いやでもありがたい、続いてくれたことに感謝です。おー30、ご褒美30、逃げ上がり、ああ、でも頑張りましたよ私。100、天井からのペルセポネよりケルベロスの方が頑張ってくれました。100です、伸ばすぞ伸ばすぞ、クオカードゲットする、もう減らした私が悪い、取り返そう、さあラスト、音乗せもありませんでした。516枚引き戻す、必ず戻ってくる、戻ってこなきゃいけないんです。プレイから、おっ、初めてリプレイで当たった、やっためっちゃ嬉しい、本当に嬉しいんですけども、ありがとう、ケルベロス、本当ありがとうございます。もうちょい頑張って、もうちょい、ゲーム数50ゲーム、いや終わったと思ったのに、この50ゲームをもらえただけでもう本当に感謝感激です、ありがとうございます。さあ続きました、さあ終わった。
ってしまいました。なんだか引き戻しでつないでつないでっていう感じで694枚、それまだなんですよ。どっかで大きなデルモを作るチャンスが来るまでここでも戻す、戻して戻して粘るしかない。中段リップどうですか。長い攻防さん、もう一回もう一回、まだ行かない。よしよしよし、入っちゃう。55で V だよ。どうですか。はい、あーない、最高。終わってしまいました。なんか粘ったんですけどね、千枚も出せずと。ちょっと回してダメだったらこの後移動先考えます。よし、やめよう。店内ちょっと見に行きます。ザグラ打ちます。先これ行ってみようかな。一撃あるし、一撃性高いですし、先これに移動します。戦国コレクション5に移動してきました。まあ、残り時間が結構迫ってはいるものの、純増約10枚なんでめっちゃ早いです。今日は守りで頑張るって言ってたけど、最終的にもう3枚使ってるから、なんか守ってる場合じゃない、守るメダルがない、そしたらもう入れるしかない、入れるしかないんだという4枚目。 B であればここで当たるはずなんですよね。あ、待って、激アツ激アツが出ました。あ、B だったんかな。715ゲームです。格子が痛くない。40本だよね。40本です。40本に狭い。発生する可能性がある。お、ミッション、ミッションに勝てれば継続。サッサップない、いけ、お願い。あ、次か。ダメだったか。まあ、ここで継続バトル。厳しい、厳しめ。これは、あー、女の人は強いよ。男の人だったらチャンス。あ、でも仲間がいる、仲間がいるパターンよ。あ、ダメ、嘘でしょ。あ、終わってしまった。264枚。もうね、笑っちゃいけないけど笑ってしまう、本当に。この展開は残り時間ちょっとでも負債を減らすためにジャグラー打ちます。もう本当にね、もうなんでこうなってしまうんだって、本当にバカ、本当にバカです。朝の抽選がね、いつもいつも悪くて、もう狙いどころはねバッチリだと思うんですけどね。あ、来た。
ありがとう。早いよ。310ゲームです。ほい、やれました。ビッグ嬉しい、癒しです。癒しのビッグボーナス。はい、ビッグボーナスが終わりました。大連ちゃん、大連ちゃんお願いします。なんか朝はいい感じだと思ったんですけどね、いけるかみたいな、いける流れと思ったけど、全然ダメでした。でもやっぱりそうだ、やっぱりリオレイヤーを逃がしたところだ。これは今日一日は引きずる、まあ多分次回忘れてるからいいんですけど、リオレイヤーだよ、もう夢に出そう。あっ、146ゲームビッグで終わりたいです。お願いします。そうだよな、そんな気持ちよく終わらせてくれるわけないんですよ、今日の実戦を見て。それはそう、当たり前。でもありがとう、光ってくれた。次ゲーム、はいはい、ということでレギュラー1回、ビッグ1回とメダルが全く増えてません。ずっと足を引っ張っていたので今回はとは思ったんですけども、かなわず申し訳ありませんでした。よければエンディングまで見てください。ありがとうございました。はい、じゃあ残りほんと10分ぐらいしかないんですけど、打てる大店内探してもなかなか見つからなくて、いろいろ見た中で、まあジャクラも本当に片手で数えるぐらいしか空いてない中で、一番合算のいい35分の1の台です。ジャクラ自体もなんかもうしっかり出てて、しっかりついて合算めちゃくちゃいい台とかいっぱいあってって話して、2回転3回転ぐらいで当たりました。ビッグ、ただのビッグ。よし、残り時間ね、ビッグをとりあえずめちゃくちゃ引けば分かんないよ。それがノーマルタイプの魅力、やりました。さあ終わりました。さあ、さらに良くなり129分の1。お、来ました、82ゲーム。いや、オッケーオッケー、ナイスペカリです。綺麗なペカリをありがとう。ということで、ビッグ1回、レギュラー1回で今147ゲームまで回したんですけど、その後続かずといったところでちょっとだけ増えました。ほんのちょっとだけ、最後はまあ流してマリアと合わせて何枚かといったところでエンディングに行きたいと思います。今回もありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。雨止んだね。雨止んだ、よかったね。心は雨です。びちゃびちゃ、はい、財布もびちゃびちゃ。なんか疲れてるでしょ。うん、ぐったりしてる。なんかいろいろあったんだろうなっていう。いろいろあったというか、まあ、自分なりには頑張ったんですが、踏んだり蹴ったり。じゃあ私の方から、はい、いきます。お願いします。投資が92枚、いい回収が1182枚。はい、プラス1090枚かな。かなすごい。じゃあたまには携帯見ずに いけるぐらいだなと思ったら、投資が少ないからおめでとうございます。プラス、いやもう素晴らしい。だからマリアが素晴らしい、はい、マイナス200枚ぐらいだったらこうまでいけるなと思って。そう思います。顔、その顔してないでしょ。
投資の方が1840枚回収あります。お179枚、あれということでマイナスの1661枚と、はい、かわいそう、ごめんなさい、泣いちゃう。もう最近ずっとそうなんでしょ。最近ずっと調子悪くて、うん、ごめんね本当に。いやいやいや、本当にもうしずちゃんと視聴者さんに本当に申し訳ない。いや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 、まあ、そういう時期もあるじゃん。そういつかね、この壁をぶち破れる時が来るかなと思って、うん、次の7班は大丈夫だと思いますけど。次の7班はそうだね、一つ年を重ねて生まれ変わった五十嵐でお届けしたいと思います。プラス次回、うん、7班ちょっと、そっか、記念日なんですよ。皆さん何の記念日だと思いますか。古い昭和ということで、まあ、今日で悪いものすべて落とし、次回はしました、マリアも一つ年を重ね流れも変わり、そして七飯も記念日を迎えるということなので、はい、ぜひ次回に期待していただきたいなと思います、はい、今回もご視聴ありがとうございまし た, ましたせーの、七飯ポップだね。現在ジャンバリドット TV では JB スタンプラリーが開催中です。詳しくは概要欄をぜひチェックしてみてください。そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。